始めていきたいと思います。3人目は庄司さんです。よろしくお願いします。ちょっと動画流したりとかわたわたするんですが、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さんこんばんは。お元気ですか？ありがとうございます。 A4ER というハードポップユニットのボーカル、庄司みずきと申します。本日はこのような場をいただきまして、初めてなのでこういったことをするのは大変緊張しておりますね。よろしくお願いいたします。ハードポップユニット A4ER、今年に入りまして品川区をですね、エンターテインメントに盛り上げようということで、精力的に活動させていただいております。じゃあどうしてそういう風になったのかということで、自己紹介の方から始めさせていただこうと思います。2007年7月11日に結成いたしまして、私と相方杉山との2人組ユニットとなっております。全国各地でですね、路上ライブ活動からスタートいたしました。溝の口、上野、これ錦糸町ですね、そして新宿駅路上ライブ、これまた錦糸町出た、ね、錦糸町、北千住駅路上ライブ、そして御徒町駅路上ライブ、松戸駅千葉県ですね。でこちら三重県の四日市、このような感じで全国各地で精力的に活動させていただいております。これ品川の大井町駅どこでございましょうかのことで、ちょっとね、路上ライブの風景を逃させていただこうと思います。ですね、活動当初からですね、海外でですね、ツアーがしたい、ライブがしたいということを胸にですね、精力的に活動させていただいてたところですね、2013年の3月に川崎駅で路上ライブをしてたところ、フランス人の観光客の方に CD を買っていただきました。でその時は大したことなかったんですけど、買ってフランス人の観光客の方が国に帰って CD を聴いてくれたところ、すごく良かったということでメールを開けまして、ヨーロッパで一番大きな日本の祭典ジャパンエキスポというのがあるので歌いに来ないかと。ね、声をかけていただきまして、そこからですね、海外ツアーに行けることとなりました。で、ね、まずフランスの本当にパリに行ってきました。で、最初の2013年は、フランスのジャパンエキスポメインステージのは到底もうペーペーで誰も知らないんで出れないよということだったんですけど、もう呼んでくださいましたので、全部機材、もうスピーカーから、マイクスタンドから、シールから全部、このカバン3つかなに詰めて持ってね、行って、でもうあちらこちらでこれ地下鉄で路上ライブをさせていただいたりだとか、これはどこだったかショッピングモールかなのところで路上ライブをさせていただきながらですね、精力的に動画ですね、あ、ちょっとお待ちください、活動させてこれですいただいたところをですね、こんな感じでもうあちこちで本当に活動させていただいたところ、ジャパンエキスポで開催されたニコニコ生放送、次のお願いします。うん、ニコニコ生放送の方でですね、一応拾っていただいて、ニコニコ生放送なんでちょっとアニメのカバーソングか大黒摩季さんの「あなただけ見つめてる」という歌わせていただきました。そのことで2013年の活動はメインステージとかで歌えなかったんですけど、フランスに滞在中にですね、次の動画お願いしますすいません、本当バド渡しちゃって、ですね、ミュージックビデオをフランスで3曲ほど撮ったんです。でそのうちの一つがこちら「願い星」という曲でございます。これを YouTube にアップしたところ、本当にありがたいことに8万アクセスいただきまして、でそれがですね、次いきまーす、写真の方で、はい、すいません、それがですね、フランスで放送されている、日本のことだけを放送しているテレビ局「ノーライフ」というのに こちらですね、取り上げて、ネギでちょっと刺しますね、取り上げていただきました。でこれがですね、きっかけでですね、翌年なんとフランスのジャパンエキスポメインステージの方に立てることがありました。こちらでございます。本当に素晴らしいステージでした。すいません、動画の方が忙しい、カンペ出してる暇ないですね、巻きのね。で、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちらネギ持っております。私どうしてネギを持ってるかと申しますと、遊びでネギを持ち始めて歌い出したところ、それが大ヒットしちゃいましてですね、今ではネギをステージの上から400本投げながら歌うという、ね、パフォーマンスなどをさせていただいております。で、この時のメインステージにですね、一緒に立たせていただいたのが X JAPAN の YOSHIKI さんとか中川翔子さんで、驚きなことにサブステージの方がキャリーパミパミさんとかだったんですよ。驚きでございます。でこの時の雑誌にですね、私の隣に載ってたのが浜崎あゆみさんなんですよ。信じられない光景が行いました。路上ライブからこんな形でですね、精力的に写真に行きます、活動させていただきまして、そう、これをきっかけにフランス3回、スペイン、ロンドン、バルセロナ、台湾、オーストラリアと本当にワールドツアーに行けることが実現できました。それからですね、時を経まして2016年にこちらご存知ですか皆さん、映画「トラック野郎」ね、映画「トラック野郎」9作目で実際に使われた一番星号です。一番星号だけまだあるんです。この映画「トラック野郎」で実際に使われた一番星号を所有しておりますデコトラの会、歌丸会さんに応援していただけることになりまして、ですね、全国各地、すいません、どうできますトラックのですね、イベントだとか、デコトラが呼んでもらえるイベントにね、このようにしてきらびやかですね、歌に行けることができることとなりました。でこれをきっかけに写真ってもいいですかごめんなさい、お仕事を増やしちゃって。これをきっかけにですね、旧車であったり、バイクであったり、ドレスアップカーとかね、そういった車の方のイベントにもたくさん呼んでいただけるようになって、歌うきっかけができました。で時を経まして、うちのここにいますね、娘が生まれて、また海外に行きたかったんですけど、なかなか外に出る機会がなく、そんなことをしているうちにですね、コロナがやってきちゃいましたね。海外に行くどころか家も出れなくなっちゃって、じゃあどうしたらいいかなと思った時に、じゃあ日本で何かやっている海外のイベントだとかフェス、そこへ突っ込んでいってみようとご縁をいただいたのがこちらです。フィリピンエキスポ、上野とか亀有とか新小岩で開催されてるんですけども、ここにですね、本当にご縁、ラッキーなことがありまして、食い込むことができまして、私のですね、拙い、誰も通じないタガログ語でカバー曲などね、歌わせていただきながら、また自分のオリジナル曲など歌わせていただきながら頑張っておりましたところ、やっぱりフィリピン人ってもともとは日本にお仕事で来てる方とかが多いんで、母国の言葉で歌ってくれている、何にも分からないけど頑張ってくれている、嬉しいということで、そこからご縁をいただいて、岐阜なんですけど、岐阜のフィリピン人の方たちが経営されているペットショップの楽曲の提供をさせていただけたりとか、そういったご縁が広がっていきました。本当にね、どこで何があるかわからないなと思います。でまたコロナの時にですね、歌いに来ることができなかったんで、どうしたらいいかなと思ってインフルエンサー業の方もちょっとやってたんです。いろんなお店の紹介であったりだとか、商品の紹介で、そこでこれは大阪なんですけど、しじみラーメンですね、たくさんの方に応援していただきまして、たくさんのご縁をいただきました。あ、この方ちょっと私が番号を間違えたんですけど、ネギで指してますけど、すんごくフィリピンで有名な歌手です本当に有名な歌手です。そんないろんなご縁がありまして、今があります私め、これ幸田久美さんの妹さんの美空さん、一緒にライブとかさせていただいたりとかして、こういった経験があり、今品川でエンターテインメントを通して何かやろうと思った時に、私もいろんな、ね、活動をしてきた、そしていろんな経験があるタイガーマスクさんですね、これ私です。花束こうリングの上でプレゼントさせていただきました。いろんなご縁がある、この人脈だとか経験だとかを使って一つイベントをね、作っていって品川を盛り上げていきたい、小さな子供から大人まで楽しい街にしていきたいという思いがありですね、ちょっと飛ばしちゃいますけど、この品川でホッケーが今推奨されていて、ホッケーのスティックもデザインさせていただきました。今年に入りましてですね、ロックな歌詞なんですけど、大井町音頭という盆踊りの曲を作りました。そして、ですね、品川のヘリポート広場で今年の6月に盆踊りを初開催、大井町目権現町会の方と初開催させていただいたところ、来場者数が5000人ぐらい、ね、延べ来ていただけて、本当にありがたかったです。そして、すごく楽しかったよって言っていただける声をたくさん入れましたので、後でチラシを配らせていただこうと思ったんですけど、11月の9日にですね、西大井公園でデコトラ盆踊りというのをこれこちら企画させていただきまして、あれ、あと1分分かりましたやらせていただきましたね。デコトラとかで歌わせていただいたので、ぜひですね、歌物会さんご協力していただけたら嬉しいですとお願いしてね、来ていただけることができました。もう本当に大盛況を得ましてですね、動画でございますね、これで最後にしようじゃんね。違いますね光ってるけどこれじゃないですね。もう一個先でこれでございますね。デコトラ盆踊りの方もですね、8000人ぐらいね来場者数がいたみたいでですね、来てくださったみたいですね。本当に嬉しいなと思っております。まあ、すごくパパパパパパーっと喋ってしまいまして、なんか情報量が多かったかなと思うんですけど、私の仕事の方はですね、歌手、そして楽曲提供、企画、音響、などのエンターテインメントに、携わることをさせていただいております。後でね、チラシの方をお渡しさせてください。あ、すいません、じゃあ最後にはさっきの竹いいですかこれ、そうそうそう。ね、品川区で今度竹をね、この竹あかりっていうのをどんどん皆さんに知ってってもらおうかなと思って、今私がこの竹あかりプロジェクトやらせていただいてるんですけれども、このような感じでエンターテインメントを通してたくさんの、ね、人にね日々楽しい暮らしをしてもらえたらなと思う働きかけをさせていただいております。バババババババーっと話してしまったんですけど、もしご興味ございましたらこの後お気軽に声をかけていただけたら嬉しいなと思います。終わりました、大丈夫ですか。なんとかなりました。どうもお騒がせいたしました。ありがとうございましたあ、キャッチしなかった。こうやって400本投げながら歌ってます。ありがとうございます。他もね、まあいろいろやってるよって、はい、あったんですよ。これ養護施設で歌ってたりとかね、はい、デイサービスで歌ってたり、これどうもありがとうございます。あとでチラシにも入ってるんですけどね、ここからよければつながってくださいということでございます。ありがとうございました。すごいネギがどこで出てくるんだろうってワクワクしてたら結構序盤で出てきていっぱい活躍しててよかったです。ありがとうございます。はい、盆踊りのイベントってこの後もあるんでしたっけ。盆踊りはそうですね、今週の日曜日戸越八幡神社で盆踊りが、今週の日曜日戸越八幡神社であるそうなので、もしご興味ある方はまた後ほどしょりさんに聞いてみてください。はい、ありがとうございました。うちの母が一生懸命配っていってくれる。すみません。はい。